自公村4月22日から1983年8月16日は、自由の教祖。本名、長岡良子。自公村こと、長岡良子は、1903年、岡山県水戸郡栄養味村に、農家の娘として誕生した。当時の名前は、大沢中。自由の公式見解によると、自公村は、旧岡山藩池田家、第十三大当主の公爵池田先生と、 秋子夫人との間に生まれた、ご楽園なのだという。ただし、楽園とは、高貴な男性が配偶者ではない女性と関係して、生ませた、非政治のことを意味する語なので、この場合は意味が通じない。秋子夫人は、皇族の羊で、池田家へ降下する前は秋子女王と言った、国宮朝彦親王の第三王女で、皇順皇后の父、国宮国彦王の姉にあたる。 つまり、自公村は自身と公順皇后が重姉妹同士と信じて疑わなかったのである。高等小学校卒業後は、見習い看護婦になり、眼科診療所に勤めた。20歳の時に、正式な看護師となるため、神戸に出て看護婦養成学校に通った。卒業後は、眼科診療所に戻っている。25歳の時、日本優先社員と結婚し、長岡中となった。 結婚後3年ほど経つと、たびたび原因不明の高熱に侵され、過死状態になっては、神のことを口にするようになった。診察の結果、ハイネイメジング病と診断された。1934年、永久不変の心理を解いて、首情を救済し、非常時国家に尽くせという神からの啓示を受けたと言い出す。やがて、長岡中は夫に離縁を迫り、また夫の方も妻を、 競争扱いする信者が押しかけて、結婚生活どころで亡くなったため、1935年頃別居した。離婚後は、彼女を慕う信者と共に、東京市鎌田区で、家事儀頭をする傍ら、大本系の心霊現象研究グループ、吉華会のメンバーで、事業家でもある、峰村京平に出会う。峰村が1941年に、自由を創設すると、長岡中も参加した。 しかし主催者の峰村は事業に失敗し弱気になったことでカリスマ性を失いつつあった。逆に長岡は落ち着いた威厳ある態度を示したことで信者の信望を集めるようになった。なお、この頃には弟子を五六人抱えていたという。1945年5月25日の東京大空襲で自由本部として使用していた峰村邸が消失したことで峰村は別荘がある。 山中湖畔に疎開することになり、自由は事実上、長岡が主催する宗教団体へと変貌していった。この頃、長岡良子と名乗るようになる。この改名も、広順皇後,后にあやかったものと考えられる。同年6月25日、神からのお告げがあったとして、自らを、自公尊と名乗る。終戦後の1945年11月15日に、教団結成式を行い、 再スタートした。翌1946年、昭和天皇が人間宣言を行ったことで天皇の体から天テラス大臣が立ち去り、自分の体に移ったと宣言、自身が正当の行為継承者であると主張した。そして、自らを、天智、テラシミオ公領姫高村、新生天皇と名乗り、自高孫の住まいを自由皇居と称した。1946年5月、 教団独自の言語を制定し、昭和を霊樹と改めたほか、国旗や憲法を制定し、私作り紙幣まで発行した。教団内に、兵部教、文部教などといった役職を作り、仮想的な内閣を組織した。さらに、同年同月、マッカーサーに直送をしている。東京において、京浜地方に大地震が起こると繰り返し予言。危険だとして、東京を離れ、 自由公共と呼ぶ、教団本部を、石川県金沢市に移す。当地でも、終末思想を広め信者を増やしていった。自由を警戒する GHQ の命令で、日本の警察はスパイを潜入させた。警察は、ポツダム命令違反や、詐欺の容疑などで摘発を決定し、1947年1月21日に、自由公共、九州、自公村と幹部らは、 食料管理法違反で逮捕された。競争を守るために警察に立ちはだかった熱心な信者、時津風親方も公務執行妨害容疑で逮捕された。同年11月、自公村は精神科運転の結果、古代妄想性地方症と診断され、釈放された。食料管理法違反容疑も、信者が自発的に拒出したもので違法性はないと判断され、不起訴となった。 この事件を境に、共生は一気に衰え、自公村一行は、東京、静岡、青森、箱根を転々とした後、最終的には、神奈川県横浜市に今日構えて、少数の信者と共に晩年を過ごし、天皇になりきったまま、80歳で死去した。自公村自公村は、普段、自由公居にこもり、滅多に姿を現さなかったので実像は謎に包まれている。 自由に出入りしたことのある、徳川無生によると、九条武子にの美人だったという。また、自公尊を取り調べた石川県警察部の公安課長は、警視庁警察官時代に取り調べた、安倍沙に似ていたと評している。その他、川端康成、亀井翔一郎、金子光春、下中や三郎などの文化人とも交流があったと言われる。ありがとうございます。